ゃあこれ打ってみるか。初めてワンパンマンいきます。知ってる人が隣にいるときに打ちたいじゃない。まあじゃあ僕金パルいきますわ。押し出されまくりは、あ、強制、うわすげえ、押し出されだ。平尾平尾さんだまだ終わらんよ。でこのボタンほら、あ、なるほど、あ、これ出てくんだ。ほら来た、あ、姉ちゃんなんだね。カズマキちゃん強い、カウンター強い強い強いね。あ、これでか。あ、引いたんじゃない、引いたんじゃないですか。あ、よかったよかった、お見事、早めに当てられました。さあ出すぞ。 AT 突入率がボーナスの2分の1ぐらいってこと。 50% ってことですね。あ、当たった。うわ、またリーチ秒が引いたのこれ。うめえな、震えてねえもん。2回目のリーチビュー、ナイスナイス、よし、結構削れるもんだね。結構削れます、平均で4つ取れるんだ。ハカちゃん、ハカちゃん食べよう。ハカちゃん、うわ、なんか弱い、下手だな。急になんだよ、すげえ内容失敗しましたね。ベランダ時計、これなんだっけな。結構チャンスゾーン当てれてんのに一回もボーナス引けてねえのはちょっと罪深いな。そうだね、結構入ってるね、スコールチャンスね。はい、そんなに入る印象ないんだよな。ワンパンマンは食える機種なのか、そう、見定めるってことですね。はい、食える度どれぐらいなのか。食える度食える度数誰にも参考にならねえんだよな別にどういう立ち回りをする上で食えるのかっていうのも別に言わないからね、はい、何の参考にもならない出る気がするかしないかだけってことですマリモさん本人が漠然と食えるか食えないかしか言わない自分が食えるかどうかだけだそうそうそう、だから見た人もあの感想としては勝手に食ってくださいしか言いようがないっていうリールもうちょっとこう縦に長くというか、リール枠がもうちょっと長くていいと思う。 高さがあるというか、見づらい、これ見づらいと思うよ、考えろよもっとすごい厳しい急にだって急にニューギーに対してすごい厳しいいや目にさ視界に飛び込んでくる範囲が狭ければ、はい、それはもちろん目をしないと上がるでしょう。だってエイトマン覚えてる、エイトマン2コマしかないやつですよね。俺打ったことないですよあれ俺もさ、はい、ほぼないんだけど、ななみさんの漫画でしか読んだことないもんってことはやっぱりこのリールの縦高さはあった方がいいってことですよ。確かに、でもジャグラーが多分一番低いんじゃないですか。え、マジ、はい、そうなの。おそらく押しやすいな俺。え、じゃあ関係ないってこと。いやでも絶対あった方がいいと思うんだけど、まあ、高さがあった方が見やすいとは思います。そうだよね、うん、6って結構あれなの、そのチャンスゾーン天井をまだはまっちゃうの。6はどうでしょうね、正直私も打ったことねえんでわかんないですけど。嵐さんも多分通常時ほとんど消化してないだろう、コンプリートなんかしてるってことは、うん、夕方から夕方じゃない、昼過ぎから多分出っ放しだったって言ってたと思うんで。じゃないと間に合わないよね、1ゲームで7枚増えるとかじゃないんだからさ、まあ、AT の初当たりも別にそんな変わんないですね。315分の1から260分の1なんで、当たってからが結構違うんだろうな、その嵐さんのそういうのも。まあボーナスの突破率とか、あとその引き戻す内容とかによりそうっすよね、頂点移行率とか。いや異国の方がめっちゃ喋ってんだよ、おきどきでレンチャンさせながら、はい、だからずっと当たってるよね。でもあれなんですって、あの空港とかでも中国の方って声めっちゃでかいじゃないですか、うん、でかい。あれ理由があって、うん、ちっちゃい声だとあの発音がはっきりしなくて何言ってるか分かんないんですって。あ、そうなんだ、その言語としてね、はい、そう、発音を大きな声で発しないと区別がつかない単語はめっちゃあるんですか。あ、だから自然とそうなっちゃうことね、うん、せざるを得ないってことか。せざるを得ない、癖ついてるんですか。
強いやつがいいな、できるだけ。こいつは強いのか、来ない。お、お、侍じゃないですか。これはどうなんだろうね、チェリーで取ったまあ強いってことなの。お、久しぶりのスコールチャンス。あ、じいさん、うわ、ダメだ、2人だ。じゃあチェリーは別に意味なかったってことね。いや、リプレイ引けねえ。あ、強いです。あー、もうあーもう今じゃない、あ、ウェルかならいいわ。イライラするって、耐えてー、ダメー。ただ圧倒的に無理という数字ではない。34分の1。あー、ダメか、結構大変だな。3人以上しさ、いや、さっきのやっぱ AT あれ逃したの、もうちょっと枚数取っとかなきゃなんなかったですね。もったいなかったね、あれ。やっぱ突破しなきゃいけなかったな。しかもすげえいい状態作り上げたのにミスりましたから ね。高設定っていうのにあぐらかいちゃってるな俺は。いけないいけない、こういうのは。高設定だと思うのは自由だけど、さらにあぐらかくまで勝って兜の王を締めようですよ。有力感作ったせいでこんなになっちゃったじゃねえかよ。有力感あるからまんまに出てる気もするけどね俺。いや、そうなんですよ、あの出るときは出る、出ないときは何ももらえないっていうシス、あの形に落ち着いちゃってるっていう。だって5号機思い返したらもっと間あったじゃないですか。3000枚4000枚でマジで出たときに思う、万枚とか出たときになんだこれ、うひょーって思わないの。うひょーっていうよりもう運命、運命ってならないですもうダメだよこんなのってなる。おいちおいちこんな状態になるから俺みたい、俺はあんな目に遭ってきたんかって納得いくから。なんで、万枚嬉しいじゃん。代償がでかすぎるってなっちゃうんですね。大体なんですけど勝手に出るあの俺何にもしてないのに、自分の引きとかそういうことじゃない、はい、あ、もう出る台に座ったら出るんだって思っちゃうぐらい、よっしゃオラ引いたのこれ、はい引いたっていうのを置いてかれる。なんか引いてることでいいんですかねと、これなんか通りましたけどみたいなまあその点ワンパンマンはあの突破の時確実にフラグ、メイン基盤でやってるフラグで通るんで、まあ、まだ納得いくという自力感というか、自力感ありますよ、自分で出してる感ある。自分がやれなかったから出なかったし、うん、やれたから出たしっていう。アラシさんは頂点国で最初に引き戻すという、何これ何これってなって出たみたいなんで、まあ、結局それはそのスマスロっぽい出方というか、あるんじゃないの、なんかそういう特殊モードみたいのが、まあ、あってもおかしくないとは思うんですけどね。スマスロに、スマスロの申し事はやっぱスマスロに従順になることだね。なるほどね、なんでこんなことになるんだみたいな感情は捨てるありがとうありがとう、ただただ礼を言って受け取ると、感謝の気持ち理由はわからないけどありがとう、選んでくれてありがとう、そう、それだけでいい。いやだってでもどうしてもやっぱり過去の自信をげられた自分がそれでいいのかって訴えかけてくるんですよ大人は答えてくれないって言っただろってくそスマスロの犬目あーそういう体感的にかわいい、それチェリーだっけ、なんだっけ、チェリー対応、あおい帰っちゃうのね。でもこれ全長だろさすがに、まあ、でも一応チャンスパターンなのか、確かに別現場がいる時点でちょっとチャンスパターンではありますね。リボンでうわ出てる、当たってる、急にリーチ目出たあっかわいいかわいい、 OK ビッグ、まだ持ち込み、持ち込み、持ち込み、戦えてますよ、ループちょうだいよ。あーマジダメでした。だからこの有力感以降のボーナスループ率の振り分けって、まあ、いわゆる有力感突き抜けの強さだと思うんですけど、今これを積んでないスマスロってないと思うんですよ。でこれを積んでないスマスロってないのに、それに関して出てるのが本当金パルだけだと思う。ああ そこら辺の数値ね、はい、確かにね。
だから4号機時代の偶数は穏やかで奇数は荒くてみたいな、だからざっくりとした設定の特徴を言うんであれば、あのスマスローはめっちゃ出る台が6、さざ波の偶数と荒波の奇数じゃないの、もうその時代終わりました。奇数によっては3とか4ないんだから5って言うと荒波だろうなと思っちゃう。なんだったら5号機時代に半分消えかけてましたからね、もうね置き時とかは残ってたけど、やめたならやめたってさ、あの声を大にして言ってもらわないと、アナウンスしてもらわないと、こっちはいつまでたったってさ、奇数荒波奇数荒波ってもう刷り込まれてきたんだからさ、だってやる時もアナウンスしないですもんね別に雑誌がそう言ってただけだって偶数設定は比較的穏やかな挙動を取りやすい一方で、奇数設定は、偶数設定に比べて出玉が荒れやすいって勝手に言ってただけだもん。あれも本当サブ基盤使い放題だったからできたんでしょうね。だって言うたらスペック2個作んなきゃなんないわけじゃないですか。めちゃくちゃ荒い、荒いののを低中高で、穏やかなのを低中高で、ゲーム数をゲーム性2つ作んなきゃなんないから。そうね、確かに。あ、グレート出た、チャンスゾーン取ったお。あ、上手、スコールチャンス、よし取れ。今日失敗続けてるからな。赤だけど、どうですかこれは。リプレイ、あ、行かないんかい。あ、マジで行かない。え、またここで出たよ。はい、全ミス180のとこ出たよ。え注意を怠るでない。そこでも出ることあるんだ。おかゆとブロッコリーと煮干しとか食ってるのが一番いいんだろうな。あと味噌汁、もうそれが好きで好きでもう食べたいってなってんだったらいいんだけどね、うん、僕は意外と今しばらく飯気をつけてる方なんで、ただストレスにはならないですね別に。なんか、まあ、10キロぐらい落として、で1ヶ月、うん、8月だから1ヶ月ちょいぐらい結構自由にしてたんですよ。で、まあ、ちょっとまた 1,2 キロ戻ってきたん でここまた2週間ぐらい気をつけ始めたんですけど、なんか習慣っすね今って。別になんかその飯気をつけててもうまいから。でもさ、思い出してよ、今日はチャーハン、明日は家系、夜は焼肉、パーリない、パーリない、あの時の充実あの時の充足感思い出してくれよ。じゃあそれはそれで美味しいですよ、もちろん。でしょ、うわ美味しいなってなるんですけど、それを別にやってなくてもうまいもんなんぼでもあるんですよ別に。いや、お前は嘘ついてるな、うん、いや本当に嘘をついてるな。それはそれでやったことないからなんですよそれは俺だから、俺野菜とか豆腐とかも普通に好きだから。やめよって、そんなもういい人アピールやめようよいい人じゃないです別に別に世の中のためとかになってないから油にまみれていきたいだろ。いや、油にまみれて、うん、ものをがもう別に美味しいですけど、うん、そうじゃないものも今美味しいから。美味しいものいっぱいあるって、はい、そればっか食ってると。違うと思うな俺は、その意見は。俺は嘘ついてると思うな。いや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 、やったことないからです大盛り理論と一緒です。あ、大盛り頼まないと不安になっちゃうのをやめたらってこと、はいはいはい、俺もそこは心理に行き着いてるからおっしゃる通りだと思う、うん、慣れです、慣れで。食う前になんか、あ、すごい揚げ物、家系、焼肉ってなるけど、うん、そうじゃないもの食ってもそばとかうまいんですよ普通に。それこそ油のボールに取り付かれてるだけですよマジでそれこそしかばれですよマジで。さっぱりしたものじゃ足りない気がする食ったら足りるんだから。まだなんか俺のこと騙そうとしてない、ね、マジで取りつかカロリーに取りつかれてるあれ、これ強いやつじゃないの。もう一個弱い敵いますよ、30ゲームスタートの。あ、40、あ、40、まあ、大体分かってきました、ゲームの流れは。でも4人いれば40上等っすよね。でも久しぶりに食った UFO うまかったな。ほらな、はい、だからたまに食うのがいいっすね。毎日がスペシャルじゃないの。毎日がスペシャルじゃないです、ね、そう、毎日だから毎日がスペシャルに気づけば毎日そんな家系とか焼き肉食わなくするんですよ唐揚げ、とんかつABC キッチンのからし焼きじゃないの、
前に作らなくてもいいでしょ。ほら一桁になったぞ。なったドン。なしですね。7分の1。28抜けた。耐えろ耐えろ。ああさすがに終わるか。金メダルね。7分の1でチャレンジ。十分。絶対に落とせない。これ落としてるじゃダメだね。おや。おい。ワンパーン。ワンペン。ああそうかそうか、形は変われどね、はい、見てくれが変われど。うわあ急に当たった。おいよし、ターンターンターン。ああループちょうだいよ。これも通んないとまたちょっと長くなっちゃうわな。あ下っ端で消えてたっけさっき。いや消えてないんじゃないですということはだ。はい、やばば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 お見事。ここで禁断するとはどうなるの。さっきマリマさんがつまずいたところが突破確定になります。あーなるほどね、はい、なんだうわすごい騒がしさ的にいてくれてもおかしくなさそうだけど飛びそう飛ばない。飛びそう飛ばない。ビヨンビヨンビヨンブルンイエス。わあレギュラーですけどストックもらいましたよ。やっぱねループストックも 30% がねあるんでね、やっぱ2個3個と出てきてくれないとちょっと夢は広がりませんよ。お、じいさん。あら、緑じゃないですか。ドン。うまいですね。それで一個。上手ですね。誰だっけそれ。ところさん。あ、ところさん。台がまんまい出したがってるなこれ。千枚も出てる。出してください。出してくださいよって言ってるね。スマスロってさもうなんか2000枚出たら1万枚も同じようなもんだよ。すごいこと言ってる。いや。マジででもそれぐらいの感覚だよ。初耳。2000枚もう3000枚はもうほぼ万枚だね。まあ言わんとしてることは分からん。1万枚出すのも変わらん。確かに言わんとしてることは分かります。そう3000枚出せる人は1万枚出せるパワーを持ってるよ。止まるとしたらその前で止まるってね。たかあーいったうまいいけた。そっちよしよし。それだったらそっちの方がありがてえです、ね、そうだね。今度こそリベンジリベンジマッチ。よしよしよし。あでかいですね。やったー。あと2体ですか。あと2体。しかもそれストック持ってった方がいいですからね。あそうなの。はい継続ストックになります。余した分は全部。マジ。はい OK。 素晴ら今クリアすれば3つ持ち込める。マジ。はいお願いお願いお願い真ん中で頼む。やったー。うまし。馬やすさんですな。これにて上位エディ。でこっから何するんですか。こっからはですね、はい基本的に10ゲーム1セット10ゲームなんですよ。でそれを消化するために3ゲーム間今のやつをやらされます。3ゲーム間で 1.9 分の1引けばまた継続と。で継続の一部で、名前なんだっけな、バーストか、特化ゾーン入ります。特化ゾーン突入率は約 10% 継続した時の。なるほど。レア役で継続させれば入りやすいです。でやる中で250枚獲得するごとに、まあ、いわゆる運命の一撃の獲得抽選が行われると。なるほどね。はい見た目はな。でここから始まるわけね。イエス。おイエスしてる。ここはあレグ
ここは何枚増えるんですか。一緒です。2点何枚、はい、これが継続ジャッジなんですけど、うん、1ゲーム目に倒すごとにそこのチェーンが溜まってくるんですよ、うん、で今ストック3つあるんで必ずこのチェーンが3つ溜まって、うん、で3つ3チェーン成功した時の何パーだっけな、 38% でストックがもらえます。 38% でストック、ストックその最強の男っていう、まあ、継続ストック、うん、で継続ストックある時は必ずこれあの一発成功扱いになるので、はいはいはい、レア子役じゃないですか。プラスバーストって書いてある。特化ゾーンです。でこの特化ゾーンがおもろくて、あそう、俺この特化ゾーン一発で完走しましたからね。そのぐらい化ける可能性あるんですよ。何をするのここ。4分の1で、うん、あの右押しのこのバー揃いを引くんですけど、うん、それが、ST 方式なんですよ。おお面白いですよ。なんて言うんだろう、あの忍びの新速、あそう新速の上乗せをするのがバー揃いで、うん、で元の10ゲームを増やすのが中ナビです。ああ、ワンパンワンパンやからね。はい。だからなこれがなくならないうちに4分の1のバーゾレをいかに引けるかです。なるほど。で中ナビのベルは元のゲーム数。狙えと。はい。あこれあれなんだね。二重儀じゃないんだ。終わった、はい、で大体上乗せが2とか3とかなんですけど、うん、たまに10とかの振り分けがあって、あ、はい、で強注意とか引くと、うん、そっちが10ゲーム増えたりするんで、そうするとぶっ壊れますよ。へえ、あいい引きしてる。あ下段止まった。それ一角です。なんか目押し見せてますけど言うな言うなあなるほど楽しいね、はい、そうなんですよ。でバードレが4分の1で立つんで、うん、それを枯らさないようにつなげていくと。あーまずいまずいまずい、なんか引けなくなってきた。そう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 、黄色だよこれなのに。あそれ多分確定ですね。ドローの確定です。3、あー終わっちゃう。完走には程遠い。あー終わっちゃった。まあ、まあ、こんなもんなんでしょ多分。まあ、すごい振れ幅ですね。僕はあの99回揃えましたから。それ99回、はい、20ゲームとか10ゲーム強チャレンジ引くと結構でかく乗るんですよ、うん、あの状態のまま完走しちゃったとかそういうこと。はい、ただ4分の1なん でスタートが5ゲームだから1回も揃えられずに終わることも多々ある。最上位は継続したときに行く可能性があるということですね。いわゆる運命の一撃を取ってると、うん、ここのサードのアタックがこれがあの運命の一撃に変わります。ああそういうことか、はい、でエンディングの時は完走しちゃえばもう3ゲームじゃなくても一発勝負でいきなり出てくる。1500枚とか1750枚ぐらいから現実的に多分取れるんじゃないかな。最上位が、最上位のそのチャンスゾーンが、ああチャンスゾーンがね、まあ、基本的にバースト引かないともらえるの10ゲームなんで。そうだよね、はい、ああ危ない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 。だから2ゲーム目までに勝負つけときたいですよね。そうだね、嫌な汗をかきたくない。最後の一打はちょっと叩きたくないですよね。ね。ああまずい。怖い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 。でこの時点であの出てきてないんでまだ取ってなかったこと確定です、ね。何が？あ, あれかか、はい、どこどこ頼む。うわー最低、これで終わりなの。うわあっ熱いパターンだそれ。何これ。これ実は右ナビじゃなくて、うん、これベルじゃなくて、うん、一枚役かな。一枚役で継続するときに、こんなのがあるんだ。だからなくても薄いですそれ、全然出ない。たまたま、はい、結構
僕爆連しましたけど2回ぐらいしか出なかった。それをいきなりやったのか。薄いの引いたな。あれ今2ゲームしか煽んなかったよね。雨これ確定なんだな。だね、確定なのは言うまでもないんだな言うまでもないっていうほどはあんまり広まってないんじゃない広まってないですかオレンジ引いて雨の煽りが3ゲームやるんだけど、うん、その途中にカエルが割り込んできたら確定なんだな。エブリンさんが子供と出かけて一番やっぱパパが遊んじゃったのはもう言うまでもないぐらい広まってるよ。中だ。なんでそんな右ベルばっかり引くかな。セーフティー、セーフティー。でもここが長い方がベルいっぱい取れんじゃないの。そんな考え方ですかサイコパスみたいな考え方してレインボーだよこれ。いつもそうだっけ。いや継続確定ですね。それ多分ストック持ってますよだと思います。あ、そうなんだ。はい。あ、まっちゃん、あ、ま、ファーストストックもらいましたね。バーストはもらえてない。そうだね、これ継続だけでやったら気が遠くなるね。そうなんです、10ゲームずつだから何連チャンさせりゃいいんですかってなるもんね。別に悪い台じゃないですよね、うん、まあ、なんかね、この10ゲームごとで継続で、しかもそれがさっさと終わっちゃったのが続い、運悪く最初の頃に固まっちゃったらね、なんだこれ、なんだこれ、もう二度と打たねえわみたいに思うかもしれんなと。あ、またなんか引いてる。うますぎ、うますぎ。あ、バースト引いた。大チャンス、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 見事エンターナビ出るとさ、あ、一角かなり揃うよね。はい、たまーに外れますけど、最初ガセんねんじゃねえかって思ってました。たまにガセるんだ。たまにガセります。あ、あ、あー、熱っ。あー、きたきた。こういうことね。10ゲーム、それ始まる可能性ありますよ。13ゲームでこっから減らさないうちに4分の1はダダダダダダダって引くと、ダダダ理論ね。ダダダ理論です。いっぺんに玉入れると当たりやすい尾上先生が提唱してたやつかな。ダダダ理論、ダダダ理論ね。あ、パニックセブンの編集長に力説してた逆かな逆かな、確かダダダ理論です、ね、ダダダ理論、全然響かないと思うけど口で言ってるだけだとあの確変中とかにパカってこうチューリップ開いた時にダダダダダってこうダダダダって入った時ほどなんか当たるよねみたいな、ダダダ理論。スコチャーンス、それだけ覚えてんだよね俺ダダダ理論。一回ぐらいちょっと成功しよう。うわ、帰るゼロ。今日マジで下手だな。オールミスだ。スコールチャンス、スコールチャンス一回も成功してるのにまだ戦えてるのか。増えた、高設定なのでは。20ゲーム。あ、ベゴン、うわ、当たった。スコールチャンス成功しなくても大丈夫だった。上手だね。うわわ、リーチ迷惑引いてた。惜しい、オーダス中だったらよかった。リーチ迷惑3発目。高設定なのこれ。何、リプレイなの。一枚役なんだ。リプレイと一枚役ですかね。あ、両方あるの、ね、両方あった気がします。今あれでしたわ、もしスコールチャンスを成功させて、うん、同じタイミングでリーチ迷惑引っ張ってきたらボーナス中でしたわ。あー、そういうことか。運命とは数奇なものだ。 90% ループ、はい、90% ループ稼ぎました。25ゲームに増えた。それはいいペースですよ。まっちゃんこんな感じだったってことでしょ。はい、僕40まで行きました分母が。すごい。でそれやってる間にまたレア子役とか、その薄い、はい、薄い振り分けの5ゲームがあるんだよな。5ゲーム欲しいんですよね。そうだね、確かに。またまんまい出すんですか。え、うっすらその予感してきただろ。やらせだぞみんなやらせっていうか、スマスロってこういうもんだから、みんな勘違いしてるんだ
違う、僕らの認識が間違ってるんですか。そうそう、3回に1回ぐらいこうなるからさ、適当に打ってみてえな言うてば適当にあ打ってみてえなこれってやつ打てば万倍なんか出るものなんですか。まずは自分が興味ある機種を選ばない。興味あるくせに全く調べはしないんですね興味はあるけど。そうだね、やっぱ詳しい人がいれば、はい、まあ、その人に聞いた方が早いからなるほど、分け前もらってもいいですかじゃあもしいっぱい出たら、まずい。おおお、あーあーでも踏ん張った。砂渡りだけど終わっていない。あーまずい、追い詰められた。あーついにか、終わってしまいました。ばっちゃん30回、いやー十分頑張ったわ。頑張ったか、上出来だと思います。で左上のゲーム数もたんまり増えて、でこの消化中にも直撃のバーゾロに出ることあって、うん、まあ、その確率は出てなかったと思うんですけど、揃えばバーストですね。いやーバーストは熱いね。そうなんですよね。で今ストック5個ありますからね。そうだね、1回はもう終わったかと見せかけるとこまで行ったのにね。あの踏ん張りが強かった。順調だな、スマスロの申し子、さすが。松本君勝ちたいと思ってるかい。はい、じゃあ本当にね、もう相性を重視した方がいいよ。スマスロはすか、うん、もう相入れない人ってやっぱいるじゃない人間でも、はいはいはい、考え方が根底から違うとかさ、はいはいはい、そういうのと一緒で合う合わないがあると。マジである。有馬さんはその何と相入れなかったんですか。なんか誘導尻尾みたいになってない違う違う違うあの何打っても出してるように見えるから。ああそう、機械ね。だって 人じゃない、人じゃないです、人じゃないです、人じゃないです。ポロリさんの話じゃやめなさいね、機種で言うとどうかな。でも最近、一番最近だともうゴッドイーターだね、スマスロの。 あれ間違いなく俺はやれないと思う。ああ感じ取ったね。感じてるね、あれはすごい感じる。おいおいおい、なんか引いた。うわ強チェ、おい1個か、裏で乗ってるかもねと。はい、そうゴッドイーターのことつまんないとは思わないんだよ別に。はいはいはい、出ないからつまんないとかそういうことはないんだけど、ただ俺は出せないな。出せないね、あれはもう。だって結構な数の当たり引いたけど、最大750枚2択当てで。そういう意味では俺ゴッドイーターすげー出る。まあ、だからそういう何か山佐の奇襲とあれじゃない。確かに、まあ、メーカーくくりでもいいと思う。相性に傾向ありますね。いやマジであるから、ホントそういうの皆さんもバカにしてないで。なるほどね。一個人でどうにかできるぐらいの、この、まあ、いわゆる収束ってやつね、はい、させられるような規模で作ってないからもう。確かに機械を。確かに出るまで打とうは無理。そうそう、無理無理無理。出る台を打とうのは絶対建設的だと思うよ。惚れちゃったから仕方ないってなったら俺は止めませんよ。あ、その負けを覚悟してね。そうそうそう、もうそれはもう好きにやってくださいよってなるけど、だってさ絶対こんな機種設定入ってないのにさ出るんだよなっていうのあったりするじゃない。お、当たりだ。おめえ、これ外れたりして。あ、外れない。よし、今度こそこのタイミングのスコールはめっちゃ大事。あ、すごい、こっちから帰るすごい伺い立ててる。この回路を出す。うわニンニクくっせ昼に食ったニンニクくっせって言ってるよ。なんだおい、なんでだ引っ込んどこうってほら来た。あーイエス、あー帰ってきた。イエス、いやおめでとう。くっせえ匂いに誘われて出てきちゃった逃げだ逃げだ家系ラーメン食ってるよこいつくっせぇってなってる。逃げろ、逃げれたな逃げろ、あー逃げたら揃っちゃったから帰るしかない言えばゴールデンカムイ、チバリオ、北斗か。そうだね、北斗が3回、ゴジエバとチバリオが2回ずつえぐい。5
ゴブリンスレイヤーか。ゴブリンスレイヤーね。で今日ワンパンマンが仲間入りするんでしょ、どうせどうせってなんだよこの感じもうまあこれが3000枚までいったら、まあ、多分そうなるかなとは思うけど、この忍びもあんな出し方してたけど、あの後ダメだったんですね。あの何回打っても何にも反応しなかった。そういうパターンもあるかな。どこで判断すればいいですか、その向いてる向いてないは。バッチが言ってたような感じだよ、俺なんかやったっけみたいな感じで出ちゃうなるほどねいや俺でもそれ俺なんか俺の記憶を思い返すのってるよ、スマスマって出るとき全部そうじゃねってだからそこになんかたどり着いちゃうんだよっていう話。あ、なるほどね。例えば設定狙いとか、うん、まあ、もちろん前と高設定であればいいと思って打ってるけど、はい、誰かの先に入った誰かが打っててるから隣取ったとか、残り物だから仕方ないからこれ打つかとか、まあ、これだけ出してる人が言うんだから穴が。だってほらこの間だって北斗もそうでね。確かにでしょ、あれもニアミスしたでしょ。確かにそういうことだよ。